リアルの流儀へようこそ。久しぶりにアテレコで行きたいと思います。10年ぶりの家族旅行です。めっちゃ戸締まり心配やわ。こういうのなんて言うんでしたっけ。病気ですよね。なんとか症、心配症、違う、なんかありましたよね、名前が。何ですか、どういう表情ですか、それは。うん、混むよ、みんなだって車じゃん、仕事行くのに。すいません、標準語、夫とは標準語です。あれ松田だね、今のあのコーンのかっこいいね、コーンね。CX3、 あれはレンタカーで借りたことあるんだけど、あれでも大きい、あのぐらいがいいんじゃない、ちょうど。我が家の車購入先行き心配です。今回は10年ぶりの旅行なんですけれども、行き先は三田のアウトレットと三宮です。はい、夫と息子、はい、各自勝手に行動してます。行動、はい、私は朝食、こちら徳島のパン屋さんのちくわパン、ちくわが入ってる。この夫のあしらい方腹立つ。旅行行きたいっていうのはね、夫なんですよ。今回はまあ息子もね、買い物行きたいって言って息子も言ってましたけど、なんなんこれ。だから行きたくないんですよ、家族旅行は。まあでもせっかくなんで楽しみます。はい、今回の旅行はですね、家族2度目の旅行です。10年ぶりの旅行、夫と息子を鍛える旅。私は YouTube と自分が楽しむことだけに注力いたします。あとのことはもう夫と息子任せ。いろんなことをいっぱい抱えるのがもう自分の負担になると思ったので、もうまずね、今回私ノーメイク旅行です。都会に出ていくのに、しかも旅行でノーメイクで出ていくなんて初のこと試みなんですけれども、あえてこれやりました。なので終始私がみすぼらしいですけれども、ご了承ください。それも初の試みです。でもね、結論、ノーメイク旅行超楽でした。今後どんどんノーメイクでアクティブに過ごしていきたいと思います。めっちゃ楽やった、ほんまに。ちなみに息子にとってはですね、車の練習をするための旅行だったんですけど、まあ、レンタカーの手配が間に合わなかったってことで、洋服を買う旅ですね。で、夫は息子を愛する旅でございます。はい、家族3人の目的が点でバラバラなんですけれども、まあ、家族ももともとバラバラなんで、まあ少しでも絆が深まればいいかなと。はい、なるべく揉めないように頑張ります。はい、喋ってる間に吉野川を越え、明石海峡を橋越えしております。せっかくの旅行やのにこの天気、誰や雨男は。あっち、高速バスにトイレついてるんですけど、絶対行きたくないんですよね。お疲れ。三宮ちゃうやん、舞妓やん。ほんと適当なんですよね、うちの夫。はい、息子寝てんのかな、これ。一人で喋ってます。一人旅です。はい、こちら海水浴場でしょうか。舞妓の砂浜言えてへん。街が見えてきました。あ、そうなの。街大好きなんですよね。ワクワクしてきました。息子の手がドーン。かわいそうでしょう、これ。やけどしてるんですよ、バイトで。で、洗剤で手荒れしてね。私ね、手フェチなんですよ。うちの息子の唯一と言ってもいい自慢できるところ、この手垂れのような美しい手、私のゴツゴツの手と取っ換えてほしい。毎年紅葉の季節になるともみじ狩りに行きたくなってしょうがない。もともとマキシマリスト気質で、あれもしたいこれもしたい楽しみたいって欲張りなんでね。それで行けなかったら、ああ行けなかったってすごいブルーになるんで、自己流ミニマリストになって、そういうね、欲望、ちょっといいなって思うようなことは全部捨てるっていうのをやったんですけど、それでもやっぱり見たいものは見たい、楽しみたいものは楽しみたいんで、何を話しかけても反応が薄い。ほんま言うこと感じ悪い。ちょっと比べたらあかん。高速道路と京都の神社仏閣の紅葉を比べたらあかん。
私の話は常に聞いてない、私には全く興味のない夫ですけど、息子は可愛くてしょうがない。息子のメガネを拭いております。なぜか夫のメガネを持たされてる私、退屈やからかけてみました。夫のね、20万ぐらいするメガネ。どう？夫に同意を求めますけど。昔はね、腹立ってましたけど、もう慣れたもんです。形に似てるね、私のと。楽しく一緒に旅行って感じじゃないんですよね。一人で楽しんでる。はい、紅葉紅葉、ルンルン。そう、さっきのもみじ狩りの話ね、いろいろ楽しみたい、欲張りだからね、こういう時にもみじ狩りにも行ったってね思い込むんですよ。もみじ狩りちゃうけど、たまたま高速バスに乗ってて、たまたま見たもみじでもみじ狩りに行ったつもり。都会です、都会にやってまいりました。全然都会ちゃうけどね、山や。さあ、珍道中始まります。アウトレット行きってなってる。何それ、イオンモール？イオンモールから歩いて8分で神戸サンダーアウトレットです。ああ、行けるな。それ、え、それやったらすぐ行けるんじゃん。10時で行ける。今何分？52分。うん、早い、行かな。これどこに書いてあるか分からない。え、神戸なんとかバス三宮サンダーアウトレット行きって書いてあるじゃん。こらこら、ちょっと待てい、バス停分かってないのに。今回は夫と息子にいろいろ調べたりね、アテンドさせたりしようと思って、私は極力手助けしないようにしてるんですけど、まあこのバスの乗り継ぎも大変でした。すぐ私を頼ろうとする2人をね、あしらいながらの乗り継ぎでした。着いた着いた。ワクワクしてきましたよ、買うぞー。イオンなんかでご飯は食べへん。着きました。あ、バスさ、いや喋らへん、バスの時刻表取っといて、帰りの。あ、これちょっと待って、三田駅行きじゃなくて、ん、てか普通に調べれば大丈夫やな。あ、ほんま、嘘つけ、頼んないのに。どっからバス乗るん。帰りのこと考えて。大丈夫、終電チェックしてよ。あんなこと言ってるけど、帰りになったらわからんとか言い出すんやで。降ってる降ってる降ってる、混んでるやん、あれ見てみんな、ゴディバ並んでるで。アウトレットはセール期間中でした。ゴディバチョコレート、自分のことしか考えてません。え、端っこから順番に見て回る。お父さんやめちゃう、ずっといちいち傘さすの神器臭いでしょ。土砂降りです。誰や雨男は。土砂降りの中アウトレット、家族のお出かけ、雨率高い。大きな野郎2人と私もでかい。アウトレットショッピング、家族旅行はもう 何年ぶりでしょう。10年。アウトレットももう何年ぶりでしょう。8年。めちゃくちゃ久しぶりです。夫が話したそうにしてる。私は全然買ってませんけど、息子は結構買ってます。イオンなんかでご飯食べへんわって言ってて、こんなチェーン店に入るのって感じでしょうけれども、徳島にはないんです。東京に住んでた時に通ってたクワアイナ、ハンバーガーにパンケーキ、大好物です。ウェイティングの最中にメニューを物色。セットってドリンクもついてんのそれ。なえ、いちいちカメラに反応するのやめなさいよ。フレンチフラインとドリンクセットで1600円。払った。どろ、フレンチフライン。ちょっともらおう。アボカドでええわ。アボカド美味しそうやん。話バラバラ。アレルギー大丈夫？いけるやろ、これは入ってない。大丈夫か。アボカド入ってるのそれだけ。こっちもある。あ、モッツァレラ。セダでセットないな。セットはこれ。セットでフレンチフライとドリンク。メニューの見方とかわからないんですよね、この2人。決まった決まった。夫はどうすんねん。パンの種類とか変えられんねん。ほんま喋らんな、この男は。腹立ってきた、ほんまに。編集してて腹が立つ。何をそんなに嫌がる必要があるんやろ。誰も見てへんって。自分の好きなやつにアボカド入れたりできるね。いいの、パパも同じ。この返事ほんま嫌。私もそうしようかな。モッツァレラか迷うけど。現場にいる時より編集してる時の方が腹立つわ。それダメだよ。出た、スイーツ男子。いや、おっさん。食べる？パンケーキ分ける？え？パンケーキどこ？それ食べる？マロンの食べる？うん、夫はね、さっきの三角パンもね、自分が食べるって言ったんですよ、私に食べさせたくせに。ドリンクってどれだ？
ドリンクどっから選ぶの？ビールもあんで。ドリンクどれだよ。ビールあるで。聞いてんのか。オレンジで。ビールセットあるやん。私が飲みたいねん。何にビール合わないの？ハンバーガーに合うでしょ、ハンバーガー。言うことおかしい。え？おかしいやろ？気持ち悪い。夫はね、見た目をすっごく気にするんですけど、こういうのをやるんですよね。もうおっさん臭いからやめてほしい。まあね、あの誤解を読んではいけないので、ここで挟み込んでおきますけれども、あの愛すべき夫、愛すべき息子でございます。はい、はい、ご了承ください。舞浜で。舞浜だ。あなたも覚えてる？舞浜で言ったよ。これほら、タピオカにした。タピオカドリンク。ここに入れたら美味しいじゃない。美味しいかもしれんけど、コーヒーとあれだよ、ミルクティーだよ。あとで最後。うん。いや、まあ別にいけるけど、最後は。最後がどうした？乾杯。なんでやねん。はい、乾杯。息子やらんよね。かわいいこれ。ハンバーガーのイラストが大好きです。これとこれがパイナップル入りで、これが入ってない。アボカドとパイナップルよ。ひっくり返ってんねんけど。いや、これこれ。これすごい。あ、すごいよこれ。ハンバーガー大好き、クワアイナ大好き。いただきます。すごいな、相変わらず。めちゃくちゃやな。映えるようにかけてください。まあこれが映えてるかは別として。挟んだ。あら、もうない。なんやねん、いちいち。もうそのジェスチャー腹立つな、もう二人とも。クリスマスモード。ハンバーガー腹いっぱい食べました。第2ラウンド開始。これ私がカメラ回してるから2人離れて歩くんです。思ったよりも空いてていいです。雨のせいもあるかな。でかい父と子。180センチ超え。めっちゃカメラを嫌がる父と子。後ろ姿そっくりな父と子。はい、では行ってみたいと思います。ノリ悪い親子。もう息子が服を買いまくりました。私何にも買ってない。なんで？買いたいのあったけどさ、高かった、諦めた。でもこれね、普段カメラなかったら夫は私にひっついてるんですよ。もう日も暮れてきました。海外に来たような感じやね。たまにはいいね、夫婦で息子の買い物に付き合って終わりましたわ。まだこれからイオンモールに行ってユニクロと時計を見るそうですわ。はい、大学生の一人息子の買い物に親二人付き添うって坊ちゃんか。それではまだまだ夜は続きます。私もなんか買いたいしね。楽しみます、この二人と。疲れた。心の声が漏れてる。 YouTube 撮影も頑張らなあかんからね。夜の街が私を呼んでいる。はい、都会好きなんです。私久しぶりの都会にワクワクが止まらん。息子も機嫌悪い。なんでやねん。疲れてるらしい。もうイライラするわ、ほんまに。いや、私が一番疲れてんねやで、ほんまに。疲れんねやったら撮影やめたらええやんはなしですよ。そしたら YouTube できませんからね。本当に大変だわ。家族旅行は本当に大変。ネオンが私を呼んでいた。まあ、ウキウキする、ウキウキ。青森ねぶた小屋？なんで？三宮ちゃうの？堅くなに私は検索をしたりナビをしたりしないで2人に任せています。息子は切れてます。なんでおかんせえへんねん。絶対しねえ。負けるなリアル。絶対しねえ。もうしんどいね。2人にやらせるんだ、2人を育てるんだ。私は頑張れ。そのための旅行でもある。私は固くなにやらないぞ。私には YouTube 撮影がある。足濡れた。足びしゃびしゃ濡れた。ホテルまで息子にアテンドさせてますけど、明らかに遠回りしてる。でも黙ってついていく。怒られてる、怒られてる。なんか懐かしい。駅からすぐのホテルのはずやのに、いつ着くんやろ。これじゃん。通り過ぎるとこやって。綺麗やん。え？せっかく息子が予約してくれたのに、所詮ビジネスホテルだろみたいなね。綺麗って言わんの。なんでこんな人と結婚したんやろって思うんですよ、こういう時ね。まあでもそれをグッとこらえてますよ。はい、初めてこういうのやらせてみました、息子に。息子は最近ね、一人で泊まったりしてるから多少は慣れてるみたい。はい、ルームツアーです。綺麗からいいやん。
私は一人で来たんでしょうか。あ、いいわ。ほんまやな、めっちゃええやん、コンフォートホテル。これは潔癖症のお母さんも大丈夫やわ。ホテルについて思い出したんですけど、東京にね、よく息子を連れて京都から定期的に遊びに行ってたんですけど、その時泊まってたのと同じホテルでした。え、ありえへん。いや、せっかくやから行こう。だからゆっくりしてから行ったらいい。せっかくやのにしょ。明日でええやろって、明日も行くねん。めっちゃ綺麗やん。あの調べたあのあれの通りやな。しっかり褒めとく。スマホの写真の息子が撮ってくれたホテルやから、ここぞとばかりに褒めておく。褒めて育てる。いいやん。ヘッドヘッドやな。あんだね、タンバスの中。毎回なんやねん。偉そうに言うなよ。何言うてるかわからんわ。モザイクなしで公開するぞ。お前の間抜けな寝顔、違った意味でバズるわ。吸ったもんだがありまして、しばらく経ってからご飯を食べに行くことになりました。入院した時もそうでしたけれども、私が宿泊先でまずすることは片付けです。もう OK っとるやん俺。あのね、じゃあ聞かけよ。あんたらを映してんねん。全部消すか。いや消さへんよ。今顔だけマジでやめてな。当たり前。顔だけはマジでやめてなって、なんなん。なんか笑けるんですけど、夫にしても息子にしても諦めが悪いな。嫁もおかんも YouTuber なの。いい加減慣れてちょうだい。この先もずっとこうやで。しかし顔隠さなあかんの私やろ。今頃出てきたよこれ。お母さんのエコバッグの中、靴買ったやつのところに入れたんだね。アウトレットの地図です。ついに息子は喋ることもやめました。つまらん、ほんまつまらん。ホテルのテレビを設定中。アウトレットでは俺さっきの地図どこやったって言ってたかと思ったら、今度はスマホですか。しれっと見つけて何にも言わへん。なんやねん。あったわぐらい言わんかい。こっちもキョロキョロしたってんのに。お母さんも入れて。夫はというと、夫も荷物整理してます。どんな夫婦。鼻毛カッターどうやる。ちょっと待って、今荷物を片付けてるから出てこない。鼻毛カッターちゃうし。夫はね、買ってきたものの整理をしてます。息子が買ったやつね。ほんとシンプルなの好きなんだな。旦那は色吉やからね、信号機みたいやから。鼻毛カッターちゃうって言ったのに、もう二人とも。何でしょ、なんで鼻毛カッターに。なかなか女の人で鼻毛カッター持ち歩いてる人はいいと思うけどな。さっきね、息子が買った洋服のタグを切りたいって言うから、はい、眉バサミを貸してあげたんですよね。あよ。そのね、眉バサミのことを言ってるんです、二人して。鼻毛カッター、鼻毛カッターって。っていうか、人が鼻毛を切ったハサミを使う気になります?私、無理。え、これそのままガーって塗るの?あ、それはあかん。スニーカークリーニングするやつ。え、そういうの、それ今。塗るっていうか、それ掃除してるやつやから。家でやって。あんたそれ、雨の中歩くのに今やったらあかんわ。靴履き替える。あ、雨の中に新しい靴履けない。靴は古い方でいいよ。ほんで雨の中歩くんやから、掃除はまた帰ってからや。ボロ布で拭かなあかん。それほんで帰ってやるんかって言ったらやってないんですよね。っていうか、やったらびっくりするわ。スニーカーのクリーニングなんて。お母さん、はい、何よ急にお利口さんみたいな声出して。どうした。これちょっと動かへん。何が。テレビの操作がうまくいかんみたい。そんなん、それはあなたの仕事でしょうが。メカ音痴やからね。あかんで、やったらあかんで。リアル、お父さんやったりや。もっと無理やで。やっと動いた。これ重なすぎひん。これえ、機械のせいにしとる。大きいんちゃうせ。なんか電池一辺な抜いて入れ直してみ。今回の旅は夫と息子を育てる旅です。手を貸したらいかん。これ言ったら新しいの借りてもらえるのか。まあ言うたら入れてるかも。自分で言う。いやイライラする。わかんない、やってみな、じゃないよ。そっくりだ。二人そっくり。似た者同士、わからん者同士、協力し合ってやればいいんじゃない。いつまでもお母さんがおると思うなよ。嫁がおると思うなよ。お母さん早死にするかもよ。テレビ消えてしまってる。
結局できずにスマホで見るとか言い出してね、もうしゃあないな、ちょっとお母さんに貸してみって今までなら言ってましたけど、知らん、それやったらそれでええんちゃうってなもんです。はい、ええ感じに隠し撮りができてます。一番隠さなあかんのは私の顔やと思うんやけどね、もう髪もボロボロや、年老いた母にそっくりや。2人して何の YouTube を見てるんでしょうか。はい、生着替え入りますっていうか腹巻きね、あの必需品です。あったか対策、腹巻きは年中やってますね。ユニクロのヒートテックの薄手の腹巻きです、おすすめ。 T シャツのね、下からちょっと見えててもレイヤードしてるみたいでね、おかしくないんですよ。はい、今度は夫が生着替え、親子揃って買ったばっかりの服に身を包み、これから夕飯に出かけるわけですけれども、嫁は何にも買ってません。悔しいな、私だってなんか買いたいわ、せっかく町に来たのに。 XL でよかったよ、ほら見てみな、あの返事、それもちっちゃいの、今投げたの私の眉バサミちゃうの。腹立つわ、態度悪いし、これ今編集してる時の方が腹立ってるんですよ。現場の私はそれほどいちいち腹立てない訓練をしています。色もそってる方がいいやん、ね、うん、これハサミ使った？あのね、皆さん、私よりも夫が過保護なんです。いいな、お母さんも靴欲しかった。息子のでっかい靴、29、同じやつも良かったの、サイズなかったんやったかな。あ、言い忘れてましたかね、うちの息子最近色気づきまして、ファッションにめちゃくちゃ興味があるみたいで、バイト代をつぎ込み始めました。顔写さへんから、そのかっこいい服を写さしてと言いつつね、お店に買い物行くの大学2年生で初めて。中のトレーナー見せて。なんでこれ、これラルフローレンの、全部私が選びました。ええやん、靴も履けたらよかったのにな、雨降ってなくて。まあそれぐらいはね、トータルコーディネート、スタイリストです。スクランブル交差点みたい、これ夜の街です。渋谷のあのマルキュンとか、渋谷のスクランブル交差点とこね、もうしょっちゅう行ってましたから。夜の渋谷、20代で東京に出た時は渋谷の割と近くに住んでて、もう渋谷が遊び場でしたし、息子ができてからも家族3人でね、渋谷のライブハウスに行ったりしてたんです。居酒屋に入ります。三宮で居酒屋かいって感じですけどね。息子が私が探してきた居酒屋でバイトしてるんですけどね、お客としてあんまり居酒屋とか行ったことないって言うから、じゃあ勉強やなってことで。片付ける時間だけもらえた。夫はね、外ではこうやって愛想いいんですよ。ごまぶり息子に注文させてみました。餃子、本気のアジフライ、アジフライ、あとおでんは、ごしらとりあえず以上です。まあやっぱ注文できるようになったね、素晴らしいね。うまいな、うまいね、うん、さすがに。あの早くてパッとパッと、さすがにお前オーダー取ってるだけあるの。は、あんた腹見頼んだ、頼んでない、いらんの、お腹いっぱいになるかな、だいぶ頼んだな、でもだいぶ頼んでるよ。まあ食べたらにしたの、まず乾杯やな。お通し美味しそうやで、これ水菜の。はい、乾杯乾杯、お疲れー、乾杯。買い物できたもんな、今回。本当の目的はレンタカーで運転の練習だったんですけどね。息子大好きなお父さん、自分がね買ってあげた時計つけてる息子を見て満足してるみたい。まずい、ビールを味見して咳込む息子。ビール？まだお酒は苦手みたい。あ、消毒液しよう。大根すごいな、大根長、これ1本、1本は言い過ぎ、丸々やん、切ってないよ、これ分けて、とりわけも息子にやらせます。おいしそう。息子行儀悪いです。おでん肘ついたままでお見苦しくてすみません。親の顔が見てみたい。飛ぶ飛ぶ、これがこれでカットしてよ、汚いやん。自分の箸でやるな、ぐちゃぐちゃや。後も切って、はいはい、うん、それ一番甘い。え、そうなの？っていうかそこまで指さす？美味しいのな。厚揚げに指さすんかと思ったわ。はい、それではおでんを実食。おでんの汁の色は薄めで合格。さっぱりだ、美味しいよ。お味もさっぱり、出汁が効いてて美味しかった、合格。まあなんか社員と話したりするよ。そ
人とはまた違うんだよね。メニューは誰の決めてる？なんて人？それがあの人か。料理長。またや。美味しそうやで餃子。この人のセンスによって美味しいとかまずいとか出てきちゃう。飯はうまい。飯はうまい。うわすごい。ちょっとすごない？こんなんあるん？こんなにくらい初めて見た。本気やわ。これは本気。これ何？もうこれの4分の1ぐらい。値段は？1000円。あんたとこは？半分ぐらい。これちょっと半分ぐらい。うまっ。ちょっとこれ肉厚やもん、めっちゃくちゃ。はい、カットして。ハラミちゃんまんでよかったわ。うん、顔を見て、この顔。結構グロ。写真撮っといた方がいいんじゃない？いいよ。ブラって言ってんじゃない？僕が作った餃子の写真撮りたいよね。俺が作った餃子。あんたが包んどった餃子食べたいわ。パリパリして美味しそうだよ、これ。餃子。美味しいな。あんた好みちゃう？なんやろ、これ独特の味がする。はい、これカットしてください。これシーザーサラダと言ったな。シーザーサラダって言ったな。あ、シーザーサラダ、シーザーやな。シーザーというかアメリカンブレックファースト。あ、すいません。はい、失礼します。すごいこと、ビールも無残になってしまった。揚げ出し豆腐、こんななんかすごい真っ黄色よ、これ。出し巻きやろ。出した私。揚げ出し豆腐とか言わなかった。揚げ出し豆腐も美味しい。ちょっとお父さん、この何だチューハイ。もう俺のシーザーサラダあれ。あるそこ山盛り。ハラミいらんわ。お母さんまだ食べれんねん。俺に食べれるな。あ、2軒目行ってきたらいいやん。だってドーナツ食べたんだよ、この人。だからこちらこまぶりになります。たぶん徳島のうまい。端付けたやつ食べなさい、席してんのに。あんた両方食べ。あー、残りいいや。うん、食べてね。こっちのうまいじゃない。向こうのうまい。向こうのうまい。なんかいちいちカチンとすること言うんですよね、夫って。もう熱いわ。うまい。うん、これぐちょぐちょになるな。すごい、こんな分厚い味食べるの初めて。みんなよ。え、ブリ2切れしかない。あんた2切れ食べたな。私じゃあ俺いらん。何を言うてんのか分からへん。お父さん、アジ大好きなのよ。あら、そうですか。ほら、めっちゃ美味しい。おいしい。おいしいよ、これ。俺、アジフライってあんま好きちゃうから、食っていいよって。アジフライ、嘘やん。あんま好きちゃう。嘘。そんなん聞いたことない。パパも大好物。パパ言うな、キショイ。お母さんも。高知って、カツオが有名なの。カツオ食べたことある？よう食べるな、カツオ、家で。いや、本当のカツオ食わしてやるよ。息子が普段食べてるカツオも本当のカツオです。これさ、めっちゃ黄色くない？お前、中トロ好きだよね。嫌いじゃない。じゃあ、パパがちょっと連れてってやるから。だからパパって言わんといて、キショイから聞いてて。大学2年生やで。なんかなんとか市場ってとこが美味しいらしいよ。そこも行ってるけど、初日に市場行ってもいいし、で2日目に。これめちゃくちゃお母さん好き。これ食べてみて、うん、夫のね、息子に対する好き好きビーム。そしてもう俺がビーム。あんた何それ。もうね、ほんとうんざりですよ。ジンジャーエール、お酒みたいに飲むか。うん、お腹いっぱいなんだこれ。これ味だね。これもこれ。これも片側外したろ。片側外した方がいいんじゃない？なんで？コレステロールが。旦那は悪玉コレステロールに加えて中性脂肪も高い。もう食べや。味。もうや。本気の味を家族で押し付け合ってる。これとこれでも限界や。あ、これも限界。京都の焼肉屋行ってる時にさ、テニス部で一番腹減ってる時、いきなりハラミ5人前とライス大盛りって言ったの覚えてる？この話何回すんねやろ、夫。あ、めっちゃ食ったな。食べた後お腹いかなくてことやったらな。夫が食べさすんです。あの時は普通に食った時は。そういうか食べてたんだな、お前。5人前も食った俺。お前食ってたんだよ、いきなりハラミ5人前とライス大盛りって言ったの。これカットしてますけど、5回目ぐらいよ。もうライスめっちゃ食べるからな。もうすごいなと思ったよ、最初。全部食っとった。あ、食べた食べた。部活終わりやったんじゃ、分からんけど。あ、そう部活終わったんじゃないね。これボリ食べていい？
食べれなかった。タレがうまい。これ美味しいよ。もう全部あんた食べた。当たり前でしょ。そうだよ。意味わからん。あとこんなん全部飲めろ。二次会はホテルで。これもう一本あるよ。トリスレモンハイトリス。セブンの無料クーポンです。ウイスキーのハイボールだって。トリスこれ飲めねえんだよ。飲めねえってあなたそれおかしいだって。まだ始まった坊ちゃんが。トリスあのオフィシャルの匂いが。それはのあの飲んでみないとわからんよ。だって違うやつやもん。試してから言ってください。トリスもいろいろあるわけ。そりゃそうだよ。これ全然違うじゃん、ものが。あの嫌味っぽい言い方腹立つわ、ほんま。風味が変わったら飲めるって。こんだけ言っても絶対飲まないけどね。って別に飲まんでええけどね。何でも飲めねえとか言って食べれねえとか言うけど、それはね、人生損する人のすることだ。まあ別にいいんですけどね。人生損してるって気づかないんだから、そういう人は。無理強いはしません。うまそうだ。手洗いうがいしよう。購入品紹介が終わってしまいました。そして私はなんかワインのカクテルみたいなのを飲んでます。お前水泳得意なんだからさ。俺水泳マジでセンスないから。夫と息子はスポーツ観戦。お父さんとダイビングやる。もうほんまきしょいねん。息子愛がもうお父さんとダイビングやるって大学生にきしょい。うん、おいしい。これ食べて。ほんと？あ、絶対好きだわこれ。私はスポーツ観戦も興味ないし、夫の息子愛も興味ないし、そんなことよりもこのきなこ餅に興味があるんです。ほんまこれので一度食べてみてください。皆さんおすすめです。信玄餅のお菓子ね。 YouTube それ。何かもわからん。え、何かわからんと見とんかい。息子はリモコンで何やらやってます。電池変えてもらうといいよ。反応悪いとか言ってね、まだやってんですよ。めんどくさかねえな。いや、私も人のこと言えへんけどね。甘い。やろ、うん、食べてへんやん。もう、つけた瞬間。おいしいよな。ほら、見てみ、信玄餅が一番大事。これ食べへん、おいしいよ。え、なんだ、感じ悪いな。ほんま、愛想悪い。めっちゃおいしいやろ。これでも夫もそうなんですよ。普段はたまたま自分好みのお菓子やったからでね。これはこれ柿の種も食べた。美味しいよな。止まらんわ。美味しいこれな、ね、家で飲んだりするの。こんな一人じゃ飲まない。くっつけとなくさるの元からな。お父さんそれ充電早く満タンにして、後でお母さんのにスイッチして。チョコレート買うの忘れた。聞いてみたら、それお父さん似合うんちゃう。二人じゃない。二人だけ。MA1 風ブルゾン。その靴蹴散らしてんねん。親父になっちゃう。どれ。おい、着んなよ。親父のそれパジャマに着てるからやん。中黒の着たりしたら大丈夫よ。っていうかその頭よ、タコ八郎じゃん。知ってる？タコ八郎。俺があと2着に服ここにある。じいちゃんお母さん聞いてみたら綺麗だから貸してな。下ね。うん、家にある他のじいちゃんも着いや。容器あんねんで服。下はあんたのやつは丈が長すぎるやろ。お母さん、あんたイヤホン入れてんの、うん、ちょっとこれ見てんの。他入れると似てんの。似てん。あ、言ってんだろこの距離って。クリスロや外れちゃったじゃん。なにこれ過去の。見たら分かる。なん見たらどこ見たら分かる。97年のやつ、うん、今外れちゃったじゃん。お腹いっぱい。近すぎるってことか。コーヒー飲みたい。あれこれ色が違うんですけど、なんで。あー、痛くそ。まあ、またまただ、またまた。おまけに冗談じゃん、うん、色違うけど美味しい。美味しいじゃん。味一緒。うん、うまっ。これハッピーターンみたいな。これで入れて煮てんか。腹ねえじゃん。うんまっ。これ平気弁でテレビあるのに。これ何語。英語じゃないよね。英語じゃない。分かる。あ、そう、そんな感じがする。お父さん一回スペイン行ってるからね。イタリア語も似てるかも。いいんじゃない。カーズのさ、キャラクターでさ、イタリアのやつあったやん。ジローラモのやつ。マイケル・ジョーダン出るぞ。マイケル・ジョーダン。どこ乾いたっつないの。何もつけてる。後ろつけてないよ。パイチュラ入ってない。何も入ってない。ジョーダン、赤のやつ買ってくれ。これ違う、俺のイヤホンのケース。審判って3人いるの。サッカーと一緒や。
これ本もこの白い本の本なんだね。あ、これ一番向こうの人も有名だよね。ちょっと下がってないけど、ね、男どもがサッカーに夢中だったら私には BTS がいる。対抗して爆音で BTS の YouTube 見たったわ。息子はもう完全に寝てしまいました。夫はネットショッピング。タオルケット厚手、タオルケットの厚手っていいでしょ。あれであるやん家に。ちょっとさ、あ、昨日あったろ、うん、自分ちょっと気分いいんだよ。あるよ。またわがまま始まった。もったいない。タオルケットって結構高いじゃん。もう何でもすぐに買うんですよね。ちょこまかちょこまかと。ダン。これ、このぐらいでいいの？この1680円。これも。これだってサイズどのぐらい大きいかわかんないじゃないよ。家にあるやつでいけるかどうか見てみて。それでやって。そう簡単には買わせませんよ。家族旅行は後半に続きます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン。コメントもお願いします。 Twitter、インスタもやってます。それではまた。